仙台の皆様、こんにちは。バイオリニストの川久保珠希です。今年も皆さんにお会いできることを本当に楽しみにしています。今年は、いろいろあるんですけれども、聞きどころっていうか、リサイタルを、上原彩子さん、ピアノと、いろんなベートーベンの曲をお届けします。去年は、上原さんとトルヨを、チャイコスキーのトルヨをしていただいたんですけれども、今年は2人のルオとしてベートーベンのソナタやロマンスとかメニューとかいろんな、彼が書いた曲を皆様に聴いていただきたいと思い、こういうプログラムにしました。もう一人のルオをさせていただく方は三浦和馬さん、バンドネオンのバンドネオン奏者なんですけれども、バンドネオンという楽器は私今までずっとアルゼンチンの楽器だとずっと思い込み、まさかドイツの楽器とは思ってなかったので、それにちょっとびっくりしたので、バロックの曲とかそういう、あんまり、そうなんだっていうプログラムを組みたくてですね、もちろんバンドネオンとバイオリンの曲はそのものがあまりないので編曲になるんですけれども、今2人で弾くギタリーのシャコンドとかは結構ピアノで聴いたことがあると思うんですけれども、オルガン風の楽譜もあったので、それをバンドネオンとやったらいいんじゃないかというお話をメインとしてプログラムを、組みました。バンドネオンソロのバッハの曲とか、いろいろこういうこともできるんだっていうのがとても面白いと思うので、それもお楽しみにしてください。では今年もよろしくお願いします。楽しみにしています。